皆さん、こんにちはわ。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、あ。やれやれ。霊夢、ため息なんてついてどうしたんだ？実は妊娠中の友達が赤ちゃんの名前を考えてるみたいなんだけど聞いたら、なんかキラキラネームでさ、もうちょっと考えたら？って、遠回しに説得してるとこなんだ。ええー、キラキラネームなんだ。でも、別にキラキラでもよくないか？まあそうだけどな。けど私の名前って、ちょっと読みにくいだろ？霊夢とか呼ぶ人もいるし初対面で、そんな読み方あるんか、と絡む人に対して、祖母が漢字が気に入って、とか由来を説明すると、余計ヒートアップして怒り出すこともあるし、その後も目の敵にされることがあるんだよ。なるほど。人と違う特別感があると妬まれるってことか？そんな感じ。そんな本人はいちいち読み方違うんです。って説明するのが面倒いだけだし、自分の名前なんて当たり前、以外の何者でもないだろ？そんなことを妬まれて目のあだにされるなんて、どない性中年。だな。個性的な名前つけたい。親の気持ちはわかるけど、子供が迷惑することを、考えないとダメだよな。それじゃ、今回はキラキラネームつながりで、織田信長の息子たちの個性的な名前と、その後の人生なんてどうだ？お、ニッチなテーマだけど、なんとなく面白そうだからそれでお願い。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、名付け親の織田信長だが、ティーンエイジャーの頃は、大うつけとか、歌舞伎者とか言われて、随分個性的なファッションで、周りから浮きまくっていたんだぜ。そんな信長を誰もが目を潜めて、将来危ぶんでいたんだけど、なぜか父、信秀は信長を可愛がって、好きなようにさせていたんだ。で、信秀は結構早田氏にしちゃったので、信長は18歳で後を継いだ後、イケメンで服装もきちんとした、弟の信行を後継ぎにと、母、戸田御前、家老の柴田勝家たちが推して、相続争いが起きたんだよね。でも、信長は独自に訓練した前田利家ら、親衛隊を駆使して、戦いに勝ったんだぜ。そしてその後も、尾張領内を平定していき、あの今川義元との桶狭間の合戦で、奇襲が成功した後は、新興勢力の戦国大名として頑張って、天下取りに猛進したわけだ。信長は若い頃からイケイケだったのね。そうだな。でも、信長の個性的な部分は、ティーンエイジャーの時期だけで、あとは少し大人になったのかなと思うぜ。けど、美濃の国の稲葉山城を攻略後は、岐阜という難しい名前に変えたり、個性的な安土城を築城して、天守閣を天守と呼ばせて済んだとか、自分を神として崇めとか、とんでもない方向へ行ったんだぜ。それに大勢生まれた子供たちの名前も、現代のキラキラネームもびっくりという、個性的な名前だったんだぜ。なるほど。信長は桶狭間合戦での勝利後は、天下取りに邁進することが、主に取り上げられるけど、独特の個性は発揮されていたんだね。で、信長の子供は何人いたのかな？男の子は11人または12人で、女の子は資料によっては、6人と12人になっている。正確な数字は不明らしい。ああ、信長は正室の濃姫も行方不明だし、本能寺の変があったからバタバタして、記録もいい加減なのかな？女の子の場合は、徳川家康の長男信康と結婚した。長女の五徳以外は、ほとんど名前がわからない状態なんだぜ。ええ？そうなんだ。ほとんどわからないって全然ダメじゃん。続いて信長の息子たちの幼名と、その後の人生も紹介していくぜ。まず、長男の信忠1557-1558年、幼名は奇妙丸だ。え？奇妙丸？なんだその名前。なかなかハイセンスすぎるよな。信忠は後継ぎなんだけど、青年は弘治3年1557年頃、となっていてはっきりしない。また、母は生駒氏の娘と言われていたけど、やっぱりこれもはっきりしない。それに信長23歳の頃の、初めての子供らしいが、奇妙な顔だからという命名だって。赤ちゃんの初印象を、そのまま名前にしたってことか。信長らしいわね。だな。でも、信忠は他の子供たちとは別格で、小さい時から後継ぎとして信長の側で、いろいろなことを学ばせてたんだって。なので、信長の武将たちも信忠に、一目置くようなところがあったけど、信長は見た目だけの器用者で、愚か者と同じ、と低評価していたみたい。しかし甲州征伐で、信長に逆らって高遠城を落とした際に、信長から称賛されて、やっと認められたらしいぜ。そうなんだ。後継ぎとしては、ちゃんと認められたんだね。よかったわ。それに信長は存命中に、形式だけは信忠に、家督を譲っていたんだぜ。しかし信忠は、本能寺の変の時は二条城にいて、逃げ出すこともできたけど、戦って死ぬことを選んだ。それと、信忠は25歳で、3歳の三法師秀信と、
その弟の吉丸秀則という息子を残したが、三法師は清会議で、織田家の後継ぎとなったけど、成長するとボンクラだった。関ヶ原合戦で弟と共に西軍について、岐阜城を落とされて改易を、出家したが26歳で脱去し、子孫はいないとされているんだぜ。26歳って早いわね。信忠は、もうちょっと長生きしていたら、と残念な人だったかもね。だよな。ちなみに信忠は、昔はボンクラな息子と言われたようだけど、今は研究が進んで再評価されているぞ。次は次男の信夫1558から1630年だ。幼名は茶仙、通称は三助だぜ。奇妙丸の次は茶仙。これまたハイセンスな名前だわね。だな。信夫の母は生駒氏の娘で、三男の豊かの方が先に生まれたけど、信夫の母の方の身分が高かったから、次男になったと言われている。ええー、そんなことがあるんだ。母の身分の差が出生順に影響したのか。それにしても、茶の湯に目覚めたような命名だわ。だな。もしかしたら、お茶でも飲んでたのかもしれないな。信夫は A62 年1569年に、父、信長が伊勢の名門、北畠家攻略戦の和睦条件として、北畠房とも房の養子子となって、いわば北畠家を乗っ取って、伊勢を織田家の勢力下に置いたんだ。しかし信長の許可を得ずに、伊賀国に侵攻してボロ負けしたことで、信夫は信長に親子の縁を切る、とまで言われたんだって。ほほう、不肖の息子だったんだ。そうかもな。本能寺の変の時は伊勢にいた、と言われるがよくわかっていないし、四国征伐のために軍勢を差し出したために、手勢が少なかったらしくて、光秀追討を断念。それと本能寺の変を、安土城が焼かれたんだけど、信夫の仕業と言われることもあるが、はっきりしてない。なるほどね。うん。そして清会議では、信孝と共に会議の席上から外された上、信長の後継者になれず、その後は秀吉に就いたが、関係悪化後に家康について、小牧、長久手合戦が勃発した。しかし信夫が小牧、長久手で戦っている間、地元の伊勢を秀吉に攻められたために、家康に無断で単独講和して、以後は秀吉に臣従したんだ。ええー、そうなんだ。いつの間にか秀吉の家臣になったのかい。そう。そして天正18年1590年、小田原征伐にも従軍して武功を挙げ、戦後の論功交渉で、家康の丘陵の、駿河、遠江、三河、甲斐、信濃5カ国へ移封されたが、不祖の地の終わりから移動したくないと、拒否して秀吉の怒りを買って改易された。その後は、流罪となって出家し、2年後に家康の仲介で許され、秀吉の御伽衆に加えられて、大和国内に1万8000国をもらったんだって。そうなんだ、御伽衆って何？御伽衆は引退した大名とか、茶人とかが、秀吉の武勇を慰めるお話し相手のことだ。秀吉の場合、耳学問でいろいろなことを聞いて、勉強したみたいだぜ。そうなんだ。なんか落ちぶれ感が半端ないわね。だな。で、信夫は関ヶ原は、大阪で傍観していたけど、石田三成に着いたとも徳川家康に情報を流していたとも言われている。しかし関ヶ原合戦後に改易になり、その後は大阪城に入って、姪の淀殿の話し相手になっていたんだ。そして大阪冬の陣で、淀殿に豊臣方の総大将になってくれと言われて、びっくりして大阪城を出て徳川方に着いた。だが、元から家康のスパイとして、大阪城にいて情報を流していた、と言われているんだぜ。うわぁ、信長が草葉の陰で、時短だ踏んで情けながってそう。だな。ちなみに信夫は大阪夏の陣を、大名に復帰して子孫は、明治維新まで続いている。信長の子供たちは多くいるが、大名として続いたのは、信夫の子孫だけなんだぜ。え、信夫は子孫をいっぱい残したのか。こうやって見ると、なんか考えさせられるわね。だな。次は三男の信孝1558から1583年だ。幼名は三七、三七郎だぜ。母は坂氏としかわからん。信孝は信夫と同じく、A61 年1568年2月、信長が伊勢の国北部を平定した際に、降伏した神戸城主の、神戸智盛の養子子として、伊勢の豪族神戸家を乗っ取ったんだ。ええー、そうなんだ。三七って、なんか庶民的な名前ね。だな。その後、信孝は、兄信忠や父信長に従って、いろいろな合戦で手柄を立てたんだぜ。本能寺の変の時は四国征伐の総大将として、寄せ集めの大軍を率いて出陣直前で、丹羽長秀らと大阪にいたんだぜ。しかし信長多死の、知らせが兵たちに漏れてしまい、兵が逃げ出して収拾つかなくなったんだ。そして信孝は軍勢に加わっていた、重慶の津田信澄を、明智光秀の娘婿だからと言って、丸しちゃったんだよね。あらら、焦ってたのかな。どうだろうね。とにかく兵が逃げちゃったから、
どうにもならず秀吉軍が中国大返しで、大阪まで来るのを待っていたんだって。そして山崎合戦で、信孝は名目上は総大将になったけど秀吉の独壇場だったんだぜ。その後の清須会議でも信夫と信孝は、会議の席上から外され、信忠の3歳の息子、吉坊氏が後継者にされちゃった。3歳で後継者ってすごいわね。だよな。信孝は天下人のように振る舞う秀吉に、不満を持ち、柴田勝家に接近。その後、秀吉と勝家の対立になり、当然、信孝も秀吉のターゲットとして、滅ぼされたってわけだぜ。ちなみに信孝の最後は、切腹させられたんだけど、杖をつかみ出して投げつけたほど、秀吉を恨んだと言われているんだぜ。ほえー、それは無念だわな。信長の息子なのに、クソって思ってたわけだね。だな。次は、四男の秀勝1569から1586年だ。幼名はお継ぎ丸だぜ。秀勝の母は、生後は養肝院と伝えられるが、素性は不明なんだ。秀勝は、秀吉の養子となったんだが、秀吉には他に二人の秀勝がいて、お継ぎ丸は二代目秀勝でお継ぎ秀勝、と呼ばれているんだぜ。え、お継ぎって次の子って感じだけど、秀吉はまた秀勝に執着してるのかな？なんでかな？それは天正4年1576年10月、実子とも言われている、石松丸秀勝が夭折したからだな。秀吉は主君、信長に願い出て、お継ぎ丸を橋場家の後継ぎとした、と言われているんだぜ。秀吉は、信長は結構ケチなので、秀吉が働いてくれて、自分に利益をもたらすのはいいけど、富を貯め込むのが許せんと、考えるタイプだと考えていたらしい。なので、信長は、秀吉を出世させて何十万石もやっても、後を継ぐのは自分の息子だと、悪い気はしないと踏んだ。秀吉の究極のおべんちゃらと、いう説もあるんだ。ああ、なるほどねー。それなら確かに信長も悪い気しないし、秀吉はほんと人たらしだわねー。信長の扱いを心得ておる。だな。でもさ、ねねさんが信長に願って、養子にしたって説もあるんだぜ。それと、秀吉がお継ぎ丸を養子にしたのは、いつかはっきりしないが天正5年1577年か、天正6年1578年みたい。その後、長浜城に秀吉がいない時は、13歳の秀勝が文書に署名しているのが、残っているんだって。秀勝は、本能寺の変の時は秀吉と一緒に、備中高松城水攻めの陣にいて、秀吉と共に中国大返しで帰ってきて、山崎合戦では信長の四男として、兄信夫や信孝と父信長の、弔い合戦の旗頭となったんだ。父のために頑張ってたんだね。父親思いだったのかな？うん。その後、秀吉が京都で取り行った、信長の葬儀でも秀勝は、信長の父兄弟の池田恒興と、御神の血の照政、この時は秀吉の養子でもあったと、信長の木像の入った棺を担いでいるんだ。その後、秀勝は明智光秀の丹波亀山城をもらい、賤ヶ岳の合戦、小牧長久手合戦にも参加したが、病弱で18歳で脱去、子孫はないということだ。うん。信長の息子にしては、おとなしい目立たない印象だったけど、心優しい人間だった感じがあるわね。だな。次は、五男四男節もの勝長何年から1582年だ。幼名は坊丸、お坊？お坊丸だぜ。これまた変な名前だねー。センス抜群だよな。勝長も青年、生母も不明。元亀3年1572年8月に、美濃の国岩村城の城主で、信長の叔母お通夜の方の夫、遠山景遠が、亡くなった時、夫妻に子供がなかったので養子として、岩村城へ入ったんだ。あれま、五男はお坊ちゃんかよ。だな。このお通夜の方の話は有名で、他の動画で紹介させてもらったぜ。甲斐の武田氏との最前線の女城主だった。お通夜の方は武田軍に攻められて降伏し、寝返ったんだ。そして武田の武将秋山虎重と結婚し、坊丸は人質として、武田信玄のところへ送られた。なるほど。人質だったんだねー。そうだな。坊丸は賢い子だったらしくて、信玄は可愛がって養子にする、とまで言ったらしい。そして信玄の元で元服して源三郎信房、という名前をもらったんだが、その後信玄が多士だけとの関係悪化で、信長の元に返されてきたんだ。そして信長は武田家で、元服させてもらったのに、織田家で元服し直して勝長、という名乗りにして、犬山城主にしたんだって。え、信玄に可愛がってもらって、名前ももらったのにねー。うん。その後勝長は、長兄の信忠について甲府征伐とかに、従軍したが本能寺の変の時も兄の信忠と、一緒に二条城にいて討ち出ししたぜ。そして、勝長の長男の勝義は、叔父の織田信夫に仕えた後に、
加賀前だけに600石で使えたんだって。まあ、信玄の教育を受けたなら、将来も有望だったのに惜しいわね。だな。次は、六男の信秀だ。生没都市不詳で母も不明だが、元亀年間1570年から1573年頃の、生まれらしい。幼名は大洞通称は三吉。橋場の氏と豊臣の姓を授けられて、三吉侍従と呼ばれた。大洞、三吉、そして信長の父と同じ名前なんて、信長センスアップしてるやん。うん、でもはっきり言うと、信長は四男以下の息子には、ほとんど興味を示さなかった、と言われているんだ。え？そうなの？うん、そうなんだ。そしてこの信秀も、まだ元服前だったせいか、本能寺の変以前の実績は不明だ。本能寺の変の際は、美濃の国仏長寺で難を避けていた、という文書が残っていて、信長がこの寺のある美濃の揖斐郡内に、所領を持たせていたらしい。その後、信秀は天正13年1585年、7月には橋場の氏をもらって、三吉侍従と呼ばれた。フロイスの日本史によれば、信長の妹の子で重慶の織田熊の城と共に、大阪の修道院で受禅して、ペトロの洗礼名をもらい、キリシタンとなったんだって。そして受禅を怒った聖母を説得し、キリストの理解者にしたということらしい。え、新しいもの好きの信長に似て、キリシタンになったか。だな。信秀は、豊臣姓をもらって秀吉の、そば近くで仕えていたみたいなんだぜ。信秀の聖母は稲橋で、その後、秀吉の側室となった説がある。なので、信秀は母のおかげで、秀吉の一族として橋場姓、次に豊臣姓を許され、2万から5万石級の大名に昇進している、というのも筋が通るということなんだって。あら、信長の子じゃなくて、母が側室になったから、出世したってことかい？そうなるな。しかし慶長2年1597年以降に、京都で雷病のために多死去、多死を、理由は不明だが、息子は改易されたんだって。うん、なるほどな。でもやっぱりなんか影が薄いわね。だな。次は、七男信孝1576から1603年だ。幼名はコボラ、通称は藤十郎だぜ。聖母は高畑源十郎の娘お鍋の方行運院、とされているが遺説もある。また六男の武秀での幼名が、大ボラだからといって、同母兄弟とは言えないということなんだ。そうなの、なんか大ボラ小ボラって、お笑いコンビの名前みたいなのにね。だよな、信孝は、兄、信秀が、橋場姓を与えられた時に、その仲介で秀吉に仕え、天正19年1591年には、1060石をもらい橋場姓を許されて、橋場藤十郎と称した。そして関ヶ原合戦では東軍か西軍についたか、資料によって違うんだぜ。弟、信貞と共に東軍を支持したが、本戦には間に合わず参加しなかった。または、弟信義、信貞らと共に西軍に属し、戦後赦免された。どちらにしても改易になったし、本戦に参加した記録はないんだって。うん、これも信長の息子らしくないな。小物感が半端ないや。まあ、そういうなって。でも信孝は慶長7年1603年に、28歳で多死去したが息子、高重は、元和2年1616年1月に、幕臣として召し出されたぜ。そして高重の孫、信門は後家となり、明治維新まで存続したそうだ。おお、明治まで続いたのはすごいな。ちなみに、フィギュアスケート選手の、織田信成だがこの信孝の旗元、織田家の末裔と称しているが、客観的に裏付ける証拠はないらしい。え、じゃあ織田くんは、小ボラの子孫かもしれないのかい？だな。よし、次は八男、信義、1573から1615年だ。幼名は釈だぜ。母はお鍋の方で、六条お振りと同母兄弟になるんだが、信孝と同母兄弟は遺説が多いみたい。釈の名は、母の名がお鍋だからというシャレらしい。信長、とうとう、子供の名付けに飽きてきたよな。シャレでつけるって適当すぎだわ。だな。でも長丸の可能性もあったみたいで、秀吉が営んだ大徳寺の、信長の葬儀で位牌を持った、長丸ではないかと言われているんだ。本能寺の変後は、母の強運院と共に、小倉で喫居していたが、天正11年1583年に秀吉に召し出されて、橋場姓と武蔵の神、2000石をもらって、高野に館を構えたが役職は不明だって、そして関ヶ原合戦では弟長寺と西軍につき、平塚為広勢に加わって兵500で、大谷義継隊の前備えを成したんだが、大谷隊は最も激戦だったので、大谷義継以下、平塚為広、織田長次らは打ち退避にしたが、信義は戦場を離脱し、戦後に改易された。その後は豊臣家を頼って大阪城下、晩年は剃髪して京都で暮らし、43歳で多死去。
息子たちは、京極高国の家臣となったり、水戸に移住して津田姓を、名乗ったりしたということだ。え、関ヶ原で太田に隊にいて、生き残ったなんて。うん、これはさすが信長の子と言えばいいか。信長の子がねえと言うべきか迷うぜ。よし、それでは九男信貞、1574から1624年だ。幼名は人だぜ。そう、人ねえ。もう何言われても驚かんわ。信貞は本能寺の変を、信長家臣、灰原、長久に養育されたが、成長後、信貞は豊臣秀吉の馬回りの、一人となって宣告をもらい、従位した佐京之助に叙任されたぜ。だな。で、信貞は前述のごとく関ヶ原合戦で、西軍で伏見城攻撃に参加して、戦後改易となったが、信長の子であるから他被害を免れた、ということなんだ。後に家康の家臣となり、大阪の陣では徳川方として従軍し、寛永元年1624年に51歳で他死去。子は尾張徳川家の家臣となったもの、叔父の織田有楽斎の、茶道有楽流を継承した茶人もいる。そして子孫は徳川将軍家に、高家旗本として仕えて、分家も旗本となったんだぜ。そうなんだ。茶道に走ったのね。うん。次は十男の織田信義だ。幼名は良好だぜ。本能寺の変の時は、幼少だったので、秀吉に引き取られて育てられて、家臣となったが茶人で、信長の重臣の織田信政を、弟子にしたらしい。それくらいしかわからなくて、慶長14年1609年7月に他死去、子孫もいないみたいだ。あらま、関ヶ原合戦でどうしたかも、わからないなんて茶人さんだからかな？そうかもな。それじゃ最後の11男、長次だ。幼名は縁だぜ。生まれは、天正2年1574年から10年1582年の間らしく生後は不明。最後は、ちょっとありそうな名前になったわね。信長も縁があって生まれてきた、と思うようになったのかな？かもな。長次も本能寺の変の時は、どこでどうしてたかわからないし、成人後に秀吉の馬回りとなっただけで、豊臣政権期の動向も不明だ。関ヶ原の戦いでは西軍に組みして、兄信義と大谷義嗣の隊の、平塚為広と同陣で戦って、激戦で投敵した、子孫もいないみたいだぜ。なるほど。まあ、信長の息子たちは、親を超える人は出なかった、ということだけはわかったわ。だな。それと、もう一人、諸長子の信政1554から1647年、という息子がいるんだが、これは一般に認められていないんだって。え、なんでかな？京都の院の雑職を務める家が、江戸時代にできた資料で、子孫を名乗っているだけで、他の資料には載っていない。それと、異様に長生きのために、なんか怪しい感じがするみたいだ。それに、幼名が岡津丸なんだが、普通すぎるからね。それは怪しすぎだ。だな。ってことで、信長の子供たちと末裔については、これで以上だ。今回の話はみんなどうだった？今回の動画の感想や意見とかあれば、コメント欄に書き込んでくれたら、嬉しいぜ。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。